今日はですね、2017年12月21日、夜中の2時、13分です。ですね、5日前に送っていただいたですね、地元のうまいもの、ちょっとね、冷蔵庫にずっと入れてたんだけど、開封枠をする時間がなかなかなくて、すいませんでした。ちょっとね、早め早めに食べないとと思って、冷蔵のね、このコーナーは、リスナーさんの地元の、隠れた美味しいものを、和道に紹介してくださいと言って募集しているコーナーで、今回は、北海道のリスナーさん、くみたんさんからいただきました。早速開封したいと思います。ルールはね、あんまり高級なものだと美味しいのは当たり前なんで、2000円以下で、誰でも買えるような、ちょっと、ね、庶民でも手の届くよ、届いてしかもうまいものと。で、前回はですね、徳島県から、ラーメンとかね、竹ちくわとか、送っていただいたんですけど、竹ちくわが絶品でしたね。北海道期待できるんだけどね、もう5日経ってるからね、賞味期限がちょっと気になるところだね。ちょっとごめんなさいね、すぐやるべきだったんだけど、どうしても、なんかこういうの企画はね、力入れてやりたいから、タイミング見計らってたんだけど、のんちゃんがいる時に、彼女がいる時に一緒に食べようとかいろいろ考えてたら、もう多分ね、やばいと思う。早速開けてみましょう。なんか結構大丈夫かな。まあ冷蔵庫入れてたから大丈夫だと思うんだよね。北海道はね、うまいもんの宝庫だからね。ありがたい。ぜひね、リスナーさんでも地元の美味しいもの、なんかこれはやばいよっていう、意外と東京の人とか地方の人を知らないんだよっていうような、隠れご当地ものがあったら、ぜひぜひ紹介してください。よし、開けますね。なんだろう。あ、賞味期限2日切れてますね。今が2017年12月の21だから、19日って書いてあるから、まあでも開けて、まあ1日しか経ってない、いけるはず、いける。めっちゃうまそうなんだけど、何これ？知ってる人いる？うわ、チーズオムレットだって。うわ、絶対うまいわ、これ。これは、ペイストリーフスナッフルス。え、何これ？会社名が、商品名はチーズオムレット。チーズオムレットで、会社が、ペイストリースナッフルスですね。ペイストリースナッフルスの、会社がペイストリースナッフルスの、チーズオムレットです。うわ、絶対うまいじゃん、こんな。 やば。しかも今お腹めちゃめちゃ減ってるし、糖分切れてるから、7時間雑談やってたから、これはやばい。これは期待大でしょ。いや、1日だったら大丈夫でしょ。消費期限だな。やばいな。賞味期限じゃなくて消費期限だ。ちょっとやばいかもね。もう食おう。開封します。お、書いてある。冷蔵庫に必ずお入れください。スナッフルスチーズオムレット、この度はお買い上げ誠にありがとうございます。チーズオムレットはまるで半熟オムレツのように、とろりと、流れ出るような食感を持ったスフレタイプのチーズケーキです。ほう。材料には北海道の大自然の中で生まれた牛乳、コクのあるクリームチーズを厳選使用した作り手にこだわったお菓子。そして何よりも鮮度が そして何よりも鮮度が味の命です。すいません。いきます。うわ、絶対うまいじゃん、こんなん。函館だね。函館洋菓子って書いてある。函館のメーカー。うわ、うまそう。めっちゃうまそう。やばいよ、これ。絶
対美味しいじゃん、こんなの。絶対うまいわ。いただいていいっすか？いただきます。うわ、絶対うまいじゃん、こんな。もう大好き、甘いの。うわ、めっちゃうまそうなんだけど。いただきます。もう絶対うまいじゃん、こんなの。いただきます。絶対うまいじゃん。うわ、ふわっふわ。いただきます。ふわっふわです。ふわふわ。うわ。これはやばいわ。やばい。うまっ。あ、いやだから、いや結局こういう企画やったら北海道がかっさらうんだって。これはね、スナッフルズ、スナッフルスっていう会社のチーズオムレットですね。まあ、簡単に言うとふわふわのチーズケーキなんだけど、もうなんだろうこれ。もうね、チーズと牛乳と、もうやばいな。ちょっと見てて見てて。これはすごい。いただきます。もうこ、うん、これねずるいよ。これはずるい。あのね、やりすぎ。あのね、多分ね、この会社本気。あのね、なんて言えばいいんだろうな。もうね、うまいものを食べさせようとしてるね、スナッフルスは。これはスナッフルスは本気だね。ナッパさんいらっしゃい。うまいもの、この企画すげえ好き俺。竹地区はめちゃめちゃうまいし、あのね、なんて言えばいいんだろう、ね、難しくて、あのね、もう崩れるのよ。そのなんて言うの、ゲシュタルト崩壊ってこういうことみたいな。俺ゲシュタルト崩壊の意味未だにわからないけど、あれ今日初めてゲシュタルト崩壊を理解できた気がする。味覚のゲシュタルト崩壊が起こってる。北海道の函館洋菓子スナッフルスチーズオムレット、あのね、これいくらするんだろう。あのね、これは、
食感はね、プリン。プリンぐらい、プリンぐらい。いや、もう、うまっ。あれ、要はね、俺分かってたんだよ。このうまいもの企画をやった時に、北海道勢がかっさらうの分かってたの。結局、北海道には勝てねえんだって。うますぎん。あれ、ね、もうね。お取り寄せいくらくらいなんだろうね。いや、このシリーズ、リスナーが結構本気なのよ。で、今回、クミタンっていう子さんのリスナーさんなのね。本気で取りに来てる。要は、この企画は私の出番だと。これね、要は、俺ね、竹ちくわとね、ペコペコランドの竹ちくわ、徳島の竹ちくわと比べるのは違うと思ってるの。竹ちくわは、俺の中で、徳島竹ちくわなの。もう、本当に。徳島でうまいものあるって言ったら竹ちくわだよって。ただ、スイーツでしょ今回。で、正直言って、スイーツで多分これ超えんの出ないよ。今後。今後、多分もうこのチーズオムレット超えないと思う。ありえないぐらいうまい。あとね、これ子供に食べさせたらダメだと思う。今後多分、チーズケーキ食えなくなるよ。3歳とかに食べさせたらこれ。いやー、うまい。なんだろう。もう牛乳とチーズのうまさなんだよ。もう極端な話言うと。素材がもう多分東京で全く同じレシピで作ってもこうならない。だから料理は素材だよな。もうね、そのさ、チーズと牛乳を混ぜるじゃん。で、焼くじゃんって。でも、チーズケーキの味じゃん。みんなが知ってる。でも、違うの。こんだけふわふわに焼き上げて、こんだけやってんのに、ね、仕立て上げて、そう、食感とか全部こだわってんのに、牛乳とチーズが分離してくんの。これ、牛乳、濃厚な牛乳の味、これはチーズの味っていうのが同時に来るけど別々に来るみたいな。すごい。これはうまい。これはずるいわ。抹茶大好きだよ俺。もち参戦する？もし参戦する？シェア型を食べさせたい。2000円以下だよ、ルールは。いや、これね、みんな食った方がいいよ。スナッフルス、チーズオムレット。これはすごいわ。いや、これって北海道リスナーに聞きたいんだけど、有名なのかな？店舗、函館、札幌、東京にもあるんだ。有楽町にあるね、1店舗。これは反則だろう。これ知ってる？ダメ。高くてうまいものは、もう、俺からすると反則だから。要は、もうどんなリスナーさんでも、ちょっと、もう、絶対買えるぞっていう。だから、竹地区は頼んでほしいし、スナッフルズ頼む。シェアだから、この放送の目的は。そう。2000円超えたらダメ。そう。小学生のリスナーにも買えるようにしてほしいから。でもさ、これ、だから何個入ってるんだ？ 1,2,3,5 個だ。8個でしょ？で、2000円以下なわけでしょ？えぐいね。えぐいうまさだよ。これ多分お取り寄せできるんじゃないかな。スナッフルス
チーズオムレット多分ね、お取り寄せできそうだよ。発送申し込み書が入ってるから。これ多分ね、通販やってますよ。チーズオムレット8個入り。やってる。代引き銀行振込って書いてあるもん。あ、買えるよ、これ。や、これはうまいよ。ごめんね、ちょっとうまいしか言えなくて。ええな。すげえわ。アマゾンさん売ってた？え、これいくらなの？アマゾンさんで。ちょ、アマゾンさんでいくらで売ってた？ 8 個入り。え、これ、ちょ、シェアしようよ、みんなで。シェアしようぜ。ちょ、待って、アマゾン調べてみよう。スナッフルズ。スナッフルス1200、1300円。これいいよ。あったあった、スナッフルス1300円で売ってる。すごいすごい。アマゾン星5、アマゾン星5。あー、すごいわ。星5だわ。振り切ってるわ。星3つが0。星2つ0。星1つ0。星4つがちらほ、16%。星5つが84%。すごい。めちゃくちゃ美味しいとか、美味とか、もう、やばい。もう、すごい。こんなによく書いてあるの、見たことないぐらい。俺も後でレビュー書こう。 これマジでポチって太鼓判押すわ。俺もポチって絶対うまいと思う。スナッフルス、これえぐいわ。これいいなぁ。これまたいいの知っちゃったな、スナッフルス。これプレゼントも喜ばれるし、女の子絶対好きだよ、こんなの。いいよ、いいよ。ポチっていいよ。ポチった、ポチった。で、シェアしようよ。リスナー、これクミタンおすすめだから。あと、竹ちくわね。竹ちくわも多分あると思うよ。通販。竹ちくわと、スナッフルズ。スナッフルス。この二つは、マジで、もう、やっぱね、俺ね、よう冷蔵。よう冷蔵。これね、俺の、冷蔵庫入れようね。俺もう一個食わせて。ごめんね。もう一個食わすね。あと四つ、のんちゃん、二個ぐらいあげよう。6個食う、俺。そこでのんちゃんにね。よいしょ。そんなにうまいっていうか、なんつうんだろうな。なんて言うんだろう。ちょっと待って、もう食うわ。ポチった。もうこれは多分ね、クミタンありがとうだよ。ちょっと食わせて。食ったら喋るわ。
あのね、これうまいものは現地の人に聞くのが一番いいの。要はあのね、もうレビュー、最近さ話題になったのが、あの料理の評価サイトとかあるじゃん。料理、あの日本で言うとこのグルナビみたいな。で海外の人が架空のレストラン作って、本当はそんなレストラン存在しないのに、そのネットで星5を取れるかって検証して、 SEO 対策とか桜とか入れまくって星5個になって1位になったので、予約が世界一殺到するレストランみたいので、なんかニュースになってたのよ。そんなレストラン存在しないのにみんな予約殺到するみたいな。要はネットってなんつうの、嘘の情報とかさ、業者とかが入ったりステマとかがあって、もうわけわかんなくなってるわけじゃん。でも俺はやっぱり食い物に関しては、なんつうの、地元の人とかそのちゃんとこういう口コミ、生放送とか使ってリスナーさんにうまいもん聞いたら絶対うまいもん出てくんの。これが今の時代の本質だと思ったの。だからその評価サイトとか使うんじゃなくて、あえてみんなの味覚信じてうまいもの紹介してってやりたかったのよ。これ大事だと思うの。で、なんか本当にうまいものを知ってもらいたいじゃん。本当にうまいもの、仲間うちで。で、最終的になんだけど、和道何県に行くんだけど、お土産何がいいかなっていうのをこう伝えられたら面白いじゃん。この放送を見てる人もお土産何にしようと迷ってたら、北海道のチーズオムレットだよとか、徳島の竹ちくわ持ってこうとかなんか楽しくない？こういう遊び。お店の名前はね、スナッフルス、スナッフルス、スナッフルスですね。ちょっと待ってね、待ってね、今リンクっつうかこれだね。今コメント欄に貼りますね。スナッフルス、チーズオムレット、アマゾンで1300円で売ってる。えぐい、これはいいわ。これ甘いもん好きな人、チーズケーキ好きな人は絶対喜ぶよ。で、あのね、あの俺これ系のお菓子って、あの濃いさ、硬いチーズケーキわかる？濃厚な、もうバターみたいな硬さの、わかる？あれってさ、濃い味じゃん。そう、チーズの濃さ、ミルキーというか、そうガッてくるじゃん、バターみたいな。あれをふわふわの状態なのに、スフレみたいな状態なのに、あの濃度でくる感じじゃん。だからなんつうのパンチが効いてるみたいな。ベイクドチーズなのかな、ベイクドチーズがよくわかんないけど、なんつうんだろう、プリンみたいな食感も、プリンぐらいのふわふわのケーキだね。ふわふわなんだけど濃厚さもドン、牛乳ミルキードンみたいな、チーズドンみたいな、もうドストレートに来る感じ。もうこれは手でガッといった方がいいと思う。スプーンとかもいらん、ガッといった方がいいね。ベイクドチーズってなんだろう。これはいいもん知ったわ。次何来るか楽しみだね。次何来るか。俺が食べたのはプレーンの方だからね、チーズケーキの方だね。あとココア味っぽいのもありそうだね、なんかね。
虫ショコラケーキとかもあるみたいね。これは星4だね。多分これが一番うまいんじゃん。このチーズケーキってやつが。焼かれてるからベイクド。だけど、焼いた時のこの硬い食感とかクッキー感みたいなのないよ。スフレみたいな、こう、ふわっ、ふわっみたいな。こう、プリンみたいな、ぽよんぽよんみたいな感じだった。なんかその、香ばしさとかじゃない。もう、なんだろう。小学5年生ぐらいの女の子って感じ。小学5年生ぐらいの女の子。赤と送ってあげたら5月まで、いつ届くか。ほー。なんか飲み物とかでもいいよ、別に。なんかもう、地元感があれば。地元。要は住んでるエリアのものであれば何でもいい。だから、あと、できればね、通販やってるところの方がいいよね。見てるリスナーさんがさ、わー、食べたいってね、なるものがいいでしょう。まあ、今、どこも通販やってるよね。抹茶のテリーヌ。いや、もう、本当に、お菓子とかでもいいよ。ポテトチップスとかでもいいよ。ご当地の。あと、徳島、北海道って来たからね、どこが参戦してくんのかな？沖縄はでももう定番出尽くしてるかんな。チンスコーでもう終わりでしょ。沖縄サーターアンダーギー、チンスコーで終わりだかんな。俺はもう沖縄はチンスコーでいいと思ってるから。あと A&W もね、ルートビアとかね。それじゃあ皆さん、今日も一日ありがとうございました。私は明日に備えて寝ようと思います。最後までご視聴ありがとうございました。それでは皆さん、おやすみなさーい。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バッドボタン押してんだよもう。